勝手に大河紀行。こたびは大河ドラマでたびたび登場しておられる家康公の父君松平広忠様についてお話しいたしましょう。岡崎でお生まれになられた広忠様であったが、当時は同じ松平家同士の争いが非常に深刻であり、命の危機から逃れるため各地を転々としておられた。後に岡崎城に戻られ、その直後に家康公が生まれたわけじゃな。諸説ござるが、最後は家臣である岩松八弥の裏切りにより殺された広忠様。岡崎城近くの正王寺は家康公が父上を弔うために建てた寺でござる。寺の中には家康公が父上を思い植えたとされる松の木がござっての、松の木が家康公の思いに応えるように成長したから正王寺と呼ばれておるのじゃ。皆の衆もぜひお参りくださいませ。こたびはこれまで。徳川家康。